はい、皆さんこんにちは。ドマメモンゲームズへようこそ。本日とシミュレーターならではということでですね、こちら SW1212 に乗ってやってきたのは、北朝鮮でございます。スナン空港というんですかね、一応ですね、平壌周辺の、空港だと思います。こちらの方でですね、一応北朝鮮の中にも一箇所だけ、デザイナーがデザインしているものがあるということで、こちらの方どんなものか見に行きたいと思います。多分ですね、この川のあたりが、平壌になると思うので、離陸してそのまままっすぐ行けばですね、おそらく街中に行けると思います。それでは、離陸してみましょうか。パーキングブレーキオフ、いきます。リフトオフ。はい、客はしまえないですね。80ノットですね。よし、フラップしまいます。すごい田園地帯ですね、これ。まあ、主産業ですよね、今農家って一応。あ、この空港変わってますね。ここから繋がってるんだ。へえ、これで滑走路2本ですか。縦に繋がってるんですね。へえ。この辺は全部マンションなんですかね。住宅っぽいですね。もしかしたら工場もあるのかもしれないです。で、あとはまた畑ですよ。ずーっと畑。どこなんでしょうね。平壌、あっちかな。あっち平壌っぽいですね。平壌感ありますね。多分こっちではないですよね。平壌どこかちょっとあんまりわかんないけど、多分ね、川に面してたと思うんで。これ川ありますけど、もしかしたら、まあこれ映像のさじ加減っていうのもありますけど、護岸工事があんまりされてないんじゃないかなって思いますね、この映り方。堤防的なものが見えないですね。昔の日本も多分こうだったんでしょうね、最初の頃はね。お、北朝鮮唯一の、ランドマークが見えてきましたね。ラングラードファーストオブメイスタジアム。まあそれが果たして何なのかっていうのはちょっとわからないんですが、とりあえず行ってみましょう。ちょっと建物の数増えてきましたね。重いぞ。なんだなんだ。これが今の、北朝鮮の、街中ですね。結構高層マンションが多いですね。お、すごいなんか都会ですね、この辺ね。すごいですね。マンションだらけ。あんまり戸建てっていうのはないんですかね。共産主義だから。戸建てだと個人差出ちゃいますもんね。この塔は何だろう。この塔は何だ？こういうのがあるのか。なんか、なんだこれ。何のタワーなんだろう。展望台かな。
あ、これですね。ラングラードファーストオブメイスタジアムっていうのが何なのかちょっとわかんないんですけど、スタジアムですね。シンプルに。あー、こんな感じなんだ。あー、なんかマスゲームやりそうなところですね。で、おそらく今正面に見えてきたのビル群が、北朝鮮の本当の中心ですかね。キムの家はどこにあるんでしょうね、一体。ちょ、衛星画像がやっぱり遠い空撮じゃないから荒いですね、結構ね。それでもこれまでここまで 3D 化してくれてるのはありがたいですけど。うわー、高層ですね。道広いな。結構変わった建物の作りが多いですね。囲むような感じの作りが多いですね。一応北朝鮮のランドマークはですね、ここ1軒なんです。ただあのランドマークがどうやって、あれ、なんか情報があって、誰かが作ったってことですよね。なんであれだけ公開されたんだろうね。もっとなんかキム・ジョンイルの像でしたっけ、あれ。イルソンだったっけ、どっちか忘れましたけど、あの金ピカ像とかの方が作ってほしかったですよね。それ見に行きたかったんだけどな。残念です。とりあえず、北朝鮮、平壌はこんな感じですね。さっき地図見てたらエアベースとかっていうのもあったから、あ、もしかしたらですね、北朝鮮の空軍基地も行けるかもしれないですね。ちょっと空軍基地の方も行ってみましょうか。はい、ということで、今度は北朝鮮のですね、とある空軍基地に、やってまいりました。ですが、さすがに詳細までは描かれていないと。置いてある飛行機は、一般的な小型機のみですね。まあですよね。そこがっつり置いてあったら逆にびっくりしますよね。まあ横にもう一個基地があるからそっちも見てみましょうか、念のためね。もう一個の空軍基地がこちらですが、やはりなんかぼやっとしてますね。一応空港として、システム上認識はされているものの、まあおまけって感じなんですね、やっぱりね。これよく探したらミサイルの発射施設とか探せるんじゃないですかね。まあこんなもんですね、北朝鮮の景色っていうのはね。やっぱりなかなかデータとして少ないから、描画も少ないですよね。はい、といったところで、今回ですね、北朝鮮の空はどんなものかというところで見てきましたが、あまり建物もなくですね、地形データっていうかその画像データもですね、衛星のみなんで、非常に荒いというところから、あんまり面白くなかったという結論ですね。残念ですが、やはり、予想していた通りっていう感じですね。次はどこ行きましょうね。なんかこうシミュレーターならではのところにどんどん行きたいですよね。といったところで今回
北朝鮮上空面白かったという方、高評価ボタンよろしくお願いいたします。次回以降もフライトシミュレーターでどんどん上げていきたいと思いますので、チャンネル登録の方できればよろしくお願いいたします。またですね、ツイッターもやっておりますので、こちらのフォローも合わせてしていただければ、嬉しいです。それでは皆さん、今回もご視聴いただきありがとうございました。ドマメモンゲームズでした。